ルーブル美術館の所蔵作品を中心に愛をテーマとする絵を集めた今回の特別展の出品作、眠る幼子イエスは、イタリアの画家サッソ・フェラートが1640年から85年頃に縦が77センチメートル、横が61センチメートルのキャンバスに油彩で描いた作品で、縦に長い画面に聖母マリアの姿と幼子イエスの姿に視線を送る子供の頭部に翼をつけた天使が雲の間に表されています。この絵の作者であるサッソ・フェラートは17世紀のイタリアの芸術家ですが、15世紀イタリアのルネサンス期の絵画を感じさせるスタイルにより聖母や聖母子をメインのモチーフとして取り上げるキリスト教主題の宗教画を制作した画家です。本作でも聖母マリアとその子イエスが中心的なモチーフとして表現されています。イエスは丸みを帯びた柔らかそうな肉体が特徴の子供らしい体つきを示しています。そして母の膝の上に腰をかけながら目を閉じて眠っています。イエスは大きな頭と膨らんだ頬を母の胸に持たせかけています。さらに肘を曲げた左腕の先で左手は自分の右の上腕に当てています。これに対し右手は短い指で母の右手に触れて親子のつながりを可愛らしく示しています。イエスが触るその手で聖母は我が子の体に優しく触れています。残る左手は子供の腹のあたりまで長い指を伸ばしつつ腰を抱き寄せて自らの体に密着させています。聖母はうなじを長く伸ばしてイエスの頭の上に頭部を傾けています。そして左の頬でイエスの頭に触れて両方の目を細く閉じています。マリアは白い袖が覗くシャツの上に赤い色と青い色の衣をつけています。これらは伝統的に絵の中で聖母が身にまとった特徴的な衣装です。その衣装をまとった体の上ではイエスと同じ茶色の髪の毛が薄い茶色をテースベールによって包まれています。このベールは左の肩の前に下ってイエスの下半身を覆っています。マリアとイエスをつなぐ役割を果たしているこのモチーフは母と子のつながりを視覚的に分かりやすく示していると解釈することも可能でしょう。他方裸体のイエスの下半身にまとわれる明るい色の布地は同じように布地を身にまとう姿で表されるイエスの亡骸すなわち受難の運命を連想させます。膝の上でイエスを抱える聖母の姿も我が子の亡骸を両腕の間に抱えて悲しむピエタの聖母を思わせるとする指摘があります。自然主義的な表現による聖母子の姿は仲の良い母と子の肖像のようで大いに親近感を覚えさせます。しかしその一方で円光をいただく代わりに明るい背景の前で頭の後ろを輝かせる頭部、さまざまな色彩により彩られた翼を生やした神秘的な姿の天使と聖母の定番の衣装、そしてイエスの受難の運命を思わせるモチーフやポーズが本作が確かに宗教画であることを思い出させます。かくして本作は宗教画の神秘性と人物表現の親しみやすさをいずれもよく示す作品となっています。